で一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。私の足を止めるつもりか。これ手でもねえってんだ。このエイキと長期の本気見せてやら。下降と日長領まで。これでは橋を塞ぐどころではありません。死ぬ気で守れ。一歩下がるんじゃねえぞ。マク様、ご無事でよかった。まだ大丈夫。私も一緒に戦います。いい、上は先に逃げるって。その、来てくれたことは嬉しいけどよ。シャムニアガキを不覚を取る前に引いておくとしよう。油断すんじゃねえぞ。ユージが飛行の分を研ぎ澄ましたか。ここは引かせていただこう。奴らの攻撃は一旦やんだみてえだな。盾持ってこい。橋の上を塞いじまうぞ。よっしゃ、こんなとこだな。これで曹操軍の連中は橋を通れねえだろうぜ。メガのおかげだな。大したもんだぜ、兄者。敵の要所を叩く。この勝利、皆のおかげだな。すごい、なんて強いんだ。
大したもんだぜ兄者。新我が元へ乗り込んでくるか、祭物か万有か、わしが見定めてやろう。めえ、曹操様に意地悪しに来ただか。こんなの、おいらが許さねえぞ。やおおが大使、果たして見せるか。
真を揃え、覚悟力をつけるとは。
劉備、やつもまたわしと並ぶ英雄よな。この勝利、皆のおかげだな。曹操様が退却された。そんな、俺たちはこれからどうすれば。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。へい、いらっしゃい。毎度どうも。
いいもの揃ってますよ。ありがとう。出ました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。お前たちは炎の道の妨げとなる。この俺が全て打ち払うまで。オアオンから任された大事な任務だ。お前なんかに邪魔させやしねえ。総分裂が相手となろう。覚悟せよ。我が大使、果たしてみせる。大したもんだぜ兄者。引かなくてはならないか。殿のお力になれず無念だ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。すごい。なんて強いんだ。すごいっすね。輝いてますぜ。
ところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。曹操軍に捕捉されてしまうとは。これでは過去へ向かえぬではないか。劉備軍本体は私を待っています。何とかして周囲の敵を退けねば。お前さん、無事に船を借りることができました。これも劉備様の人徳の賜物ですね。諸葛亮、船はいつでも出せます。どうぞ乗船してください。できません。一時停戦します。見えてきたぜ、劉備どもの船だ。よし構えろ、どんどん打ち込んでやれ。敵の船足は鈍重、矢の的にしてくれと言っているも同然ですね。追いかけてきたぞ。よく、そんな
分高まず船の急所をついてくる。果たしてみせる。敵の対応が俺の思考を上回ったか。残念だ。ここは下がるとしよう。敵将撃ち取ったり前進あるのみ。ドミジョやりましたな。引かない。見事な戦ぶり感服いたしました。引かない。これ以上戦うのはヤドというのも失礼。私は引かせてもらいます。手薄になるのみ。敵将撃ち取ったり。おいおいおかしいぜ。なんで追ってた俺が逃げる羽目になるんだ。この勝利皆のおかげだな。無事船着き場に到着できました。この先の村へ急ぎましょう。ゾクトに支配されています。民を逃がすにはまず奴らを撃たないと。
ちの門よ、働かせるもいたぶるも自由だな。あ、見慣れねえ奴らだぜ。あいつらも俺たちのおもちゃにしてやるか。連中なるのみ。この勝利、皆のおかげだな。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。これで民の避難は無事に完了です。見事なお手並みでした。
敵将を追い詰め申した。みな、今こそ奮起する時でござる。敵軍を止め、追い詰められた。この窮地、いかにして脱しようか。火星とはありがたい。手を読み、共に進んでくだされ。磨ききた武の髄をもってお相手いたす。いざ、女孔明と刃を交えん。貴公の武、これほどであったか。拙者、修行して出直してまいる。おお、無事に逃げられるとは。おかげでこの命救われました。実はアート様の所在について聞いたのです。なんとか救い出してくだされ。この勝利、皆のおかげだな。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。知らせてやれ。私の知略が破れようとは。ここまで来れば安全でしょうか。お助けいただいたこと感謝いたします。ですが、取り残されたアト様が心配です。居場所について聞けど、私ではとても。この勝利、皆のおかげだな。心配はいりません。殿のもとへお連れするだけです。我が大使、果たしてみせる。
ただ逃げるばかりではないのですね、リュウビル。やはり厄介な相手です。助かりましたぞ。どうなることか。肝を冷やしましたが。ああ、それより鳩様をお救いください。情報は集めてございます。敵将撃ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。おお、者ども、行くぞ。逃げ回るだけの劉備軍をすり潰すのだ。なんの我らとて劉備様の兵、たやすくは倒れぬぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。正直死ぬかと、いや死んだと思いました。そうだ、アト様について聞いたことが。どうぞお役立てください。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。知らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
この先。出てきやがって、追え敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。私がシルの調べを奏でて差し上げますわ。さあ覚悟なさい。撃ち取ったり。すご
輝いてますぜ。このような仕打ちを受けるのに悔しいですが、今は来ますわ。敵将、撃ち取ったり。大したもんだぜ、兄者。悪あがきを。今シーンは、ここは引くしかあるまい。ここが諸葛亮が言っていた場所か。なんとかたどり着くことができたな。曹操もここまでは深追いしないはずです。体勢を整え、側近殿との命に備えましょう。厳しい道のりではあったが、なんとか河口までたどり着けたな。これも皆の働きのおかげだ、ありがとう。しかし我らはまた夜部を失ってしまいましたな。ここだっていつ攻められるかわからねえ。そん時はどうする。また逃げるのかよ。攻められるたびに逃げていてはいたずらに戦を広めるだけだ。諸葛亮も迎えた今、いつまでもこのようなことを繰り返してはおれぬ。ならばいよいよ曹操と戦われるおつもり。ようやく奴と正面切ってやり合うのか。けどよ、言いたくはねえが、奴らの数は厄介だぜ。諸葛亮はその兵数差を覆すため、後頭の孫権殿と名父我らと手を組んでくれるかは分からぬが。先ほど後頭から使者が参りました。私と孫権殿の面会を認めてくださるそうです。その場で同盟の話を進める。共に曹操に。分かった。はい、そ、承知。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画僚と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。
一つ問おう。ガリオと呼ばれるあなたがいながら、なぜ劉備殿は慶州を追われたのですかな。まず劉備殿は慶州を治める劉表殿に恩を返すため深夜を守っていたにすぎません。己の血でない以上追われるというのは、また劉宗殿が独断で曹操に降伏した時も劉表殿の長子劉貴殿を救うことを優先しました。そして劉備殿は目先の勝敗にとらわれず大事な一戦に勝てばよいと考えています。慶州での戦乱はその意味ではさじに過ぎません。つまり劉備殿は劉表殿への仁義を通し、その上で決戦の時、我らと結び決戦とは正気か。曹操の勢いは盛んにして軍も強大、我らとそなたらが組んだとて倒せるとは思えんが。高等孫悟は盛況にして兵糧も十分、しかも長江という天然の要害があります。にもかかわらず曹操に勝てると思えないとは失礼ですが、長笑殿は臆病に過ぎるのでは。安い挑発をしおって、それで牙を剥くほど愚かではないわ。自分たちだけでは勝てぬからと我ら孫悟を戦火に巻き込まんとするその卑劣さ、それで仁義などとよく言えたものよ。曹操は官室の権威を欲しいままにする俗心、官の真ならばそれを討とうとするのは当然です。孫家の皆様も官の中心であればこそ共に立たんとお声をかけたまでです。ですが敵が兄弟というだけで尻尾を巻かれるとは、大義に背を向け大役におもねる、それこそ不仁ではありませんか。よくもまあ減らず口を次々と。長笑、もうよい、そこまでにせよ。諸葛亮、我らが曹操と戦う理は分かった。だが勝算はあるのか。曹操軍は慶州制圧以来遠征を続けてきました。連戦に将兵の疲れは蓄積しています。また曹操の軍は北方出身の兵が多く、水上の戦いに慣れていません。我が主劉備と孫権殿が結び知遇を束ねれば、決して勝てぬ相手ではありません。ふん、周囲どう思う。先日我らは雨林で曹操軍と対峙しました。諸葛亮殿の言う通り、敵には疲労の色が見え水上戦も増えてのようでした。十分な策と準備があれば必ずや勝てましょう。分かった、お前がそうまで言うならば私の下すべき結論は一つだ。我ら孫悟は劉備殿と協力し逆賊曹操を討つ。
孫権殿は命に応じてくださいました。我らと共に曹操と戦ってくれるとのことです。ほう、さすがは諸葛亮だ。それで我らはどうすればよいのだ。まずは曹操軍を迎撃する準備を整えなければなりません。私と周遊殿で策を講じてまいりました。皆さんにはその準備に取り掛かってもらいます。諸君、我らは曹操軍に対し火計を用いる。だがただ火を放つだけでは策はならない。この火計には念入りな準備が必要となる。心してかかってほしい。策の準備は多岐にわたる。一人で全てやる必要はない。皆で手分けして準備に当たってもらいたい。一人につき二つほど担当してくれれば十分だ。もちろん手が回るなら他の仕事も手伝ってくれ。その分準備がはかどる。では頼んだぞ。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。決戦に必要だという10万本の矢、これから集めるのは大変。集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね。船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が打ち込む矢を転じて我らのものとします。
例の話は聞いています。ささ行きますよ。うまくいくといいのですが。この辺りでいいでしょうか。今だ、皆一気に攻め込め。敵襲だ。ありったけの矢を追いかけよ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。敵さんの患者、召喚が伝令を雇ったらしい。そいつにこの偽の手紙を渡す手はずなんだ。曹操軍の調印と細胞が我らに内通している。確かそんな内容の手紙だったな。この手が確かに
こんなにいただけるとは。おお、この手紙を召喚様から。敵の船に接近できれば火計の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。降伏に説得力を持たせるため敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。彩花と彩中を伴い郊外のもとへ向かうのだ。死に場所を得たわ。みんな、ここから一歩も引いてはならんぞ。仲間にひどい真似をしおるわ。もはや孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外殿、曹操殿ならそんな真似は決して。敵将討ち取ったり。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。彩花はこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。
例の準備をせねばならんが、材料が足らん。調達せねばの。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。これだけあれば十分よ。敵陣をド派手に燃やしてやるわ。あの、感謝します。さて、足の仕事も進めないとね。この酒を敵陣に届けに行こうか。分かったよ。ああ。
いや、敵